あれです、あの実力診断テストで賞を取った後、次の研修発表会でこう透明判定、その賞を取った人がパフォーマンスできるんですよ。その時にやってたやつです。いきますよ。まずは本日の主役、石栗かなみちゃん、ご挨拶を。はい、北海道出身、本日19歳になりました、石栗かなみです。よろしくお願いします。そして本日バースデーイベントのお手伝いをさせていただく筒井ロコです。よろしくお願いします。ロゴありがとうございます。ワンワンイエイエイ、女の子って不思議、少しデンジャーな恋愛求めながら生きている。ワンワンイエイエイ、正直言ってんじゃない、あいつにちょっと I love you、 どうやって距離縮めようかな。本当はね、そう悔しい、一番ハッピー目指すんだろう。甘い時間は通り過ぎたわ、昔の昔の話、この先もきっとあなたの夢を見る。今はこれでも幸せなのよ、優しい彼氏も好きよ、あなたよりずっと愛に来てくれる。アイスクリームとライブリュー、はみ出す部分がクレイジーナイト、ベイベイ、あいつと熱く舞い踊る、抱きしめられたらクレイジーナイト、素敵。皆さんこんにちは、お茶道は西崎美久バースデーイベント2023にお越しいただきありがとうございます。でね、 MC を務めてくれる橋田すみれちゃんを今からお呼びしたいと思います。すーちゃん、イエーイ、イハロー、久しぶり、久しぶり、橋田すみれです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。やったー。西崎美久、目指せ漢字検定12級合格への道。はい、ということでね、お茶の間の中で漢字博士ナンバーワンアイドルを目指していると噂のある西崎美久さんに、はい、漢字の読み問題に挑戦してもらいます。はい、はい、はい、ということで、自信はありますかね。いや、あるよ。自信しかないでしょ。かっこいい、ね、これは、これ簡単じゃない？あれ、どっちだっけこれ。え、2個ある。でも、多分合ってるんだよ、これ。なんかこれは、あれだよね、時間を、うんうんうん、あ、分かった、うん、ごめん、うん、時間を費やす。はい、正解です。よし、いや、これはね、これは良い、あれは、ね、あ、なんでもない、そう、費やすです。はい、みんな、笑わない、ダメよ、笑っちゃダメよ、しメモは破って捨てていいよ、でも最後まで読んで読んで、あんな優しく泣かれ、抱きしめるわ。
私もロックを作ろう、新しい夜を楽しむ。